マルコム・サビエル・スミスは、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。地元の高校で彼は、最終学年にシーズン前半、足の怪我で欠場していたものの、ランニングバックとして118回のランで919ヤードを走り15タッチダウン、ラインバッカーとして31タックル、1ック。 4ファンブルフォースの成績を上げた。USC に進学した彼は1年時の2007年にはスペシャルチーム及び控えラインバッカーとしてプレーし6タックル1ファンブルフォースを上げた。2年時の2008年もスペシャルチーム控えラインバッカーとして13試合に出場し18タックルを上げた。3年時の2009年にはライバル校の UCLA 戦で チームトップの15タックルを挙げるとともに、62ヤードのインターセプトリターンタッチダウンを挙げて、その週の最優秀守備選手に選ばれた。2011年の NFL ドラフト7順で、シアトルシーホークスに指名された。2012年12月9日のアリゾナカージナルス戦で、パントリターナーのパトリック・ピーターソンがファンブルしたボールをエンドゾーンで拾って、タッチダウンを挙げた。 2013年はブルース・アービンとアウトサイドラインバッカーのポジションを争った。サンフランシスコ・フォーティナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでコリン・キャバニックからエンドゾーン内のマイケル・クラブツリーに投げられリチャード・シャーマンが弾いたパスをインターセプトチームはスーパーボール出場を決めた。第48回スーパーボールでは第2クォーターに69ヤードの インターセプトリターンタッチダウンをダッシュし、第3クォーターにもファンブルリカバーを決めるなどして、守備選手としては11年ぶりとなるスーパーボール MVP に選出された。2014年は先発後試合を含む14試合に出場し、33タックルにファンブルフォースの成績を残した。2015年3月10日、オークランドレーダースと2年700万ドルの契約を結んだ。 レーダースのディフェンスコーディネーターは、シーホークス時代に LB コーチとして、指導を受けたケンノートンジュニアであった。この年彼は、全16試合に先発出場した。2017年3月9日、サンフランシスコフォーティナイナーズと5年2650万ドルの契約を結んだ。しかしトレーニングキャンプで胸筋を痛めて、シーズンを棒に振った。 2019年8月27日チームからリリースされた。10月22日ジャクソンビル・ジャガーズと契約した。しかし2試合に出場しただけで11月5日に放出された。12月17日にダラスカウ・ボーイズと契約した。2020年8月23日にクリーブランド・ブラウンズと契約を結んだ。兄のスティーブ・スミスも USC で2003年から2006年までプレーした、あと、ニューヨークジャイアンツなどでプレーした WR である。食道の機能障害、アカラシアであり、2009年のローズボールの頃、体重を減らした。当初診断を受けた際には、移食道逆流症と判断され、その後の検査でアカラシアであることが判明した。彼は、 外科的治療を受けているが、食事を非常にゆっくり食べるように制限がなされている。レギュラーシーズン。ありがとうございます。